間の時点なんで、はい、よろしくお願いします。まあ、質問としても出ていることなんですが、サミットでですね、安倍さんが、リーマンショック懸念の状況にあるとおっしゃいました。それで、その根拠に4枚の資料を出されたということですけれども、これは麻生大臣は実際にこの4枚の資料を実際にご覧になったんでしょうか、あるいはそれを承認されたんでしょうか。そしてですね、もう一点は、この4枚の資料は一体どこが作成したのか、誰かが作成したのか、誰かが作成したのか、財務省で作った資料ではないね。少なくとも今の参考資料なんだろうけど、それについて財務省で作成したものでないことだけははっきりしてますので、ちょっとそれについてのコメントはできません。財務省が作ったものではないということだけははっきりしてますので、どこかで作られたんでしょうけども、他省庁の作られた資料に関してコメントすることはありません。大臣はこの資料をご覧になったんですか。ありません。承認もされなかったサミット前にご覧にもなっていない。見てない、見てないものを承認するわけないじゃないか。お前あまりくだらんこと聞かない。はい、時間がないんだ。はい。ロイターのメカといいます。世界経済の認識についてなんですけども、はい、総理がまあことさら悲観的な話をされているわけではないという話がありましたけれども、サミットの議長国会見では、リーマンショックという言葉を何度も繰り返し、最も懸念されるのは世界経済の収縮という表現を使われました。首相が強い危機感を共有したとする一方で、各国の首脳の中では危機ではないと明言する方もいるなど、結局何が本当なのかよく分かりません。大臣としてはこの認識についてどのように整理されていらっしゃるのでしょうか。世界経済の危機という、先ほど一番最初の誰かの質問だったっけな、なんか世界経済っていうものを考えたときには、間違いなく、G7 は間違いなく、UAはってな、アメリカは、金利をこの来月にも上げようかというのは、間違いなく景気が過熱してるっていうように思い始めている。その兆候があるから、特に不動産等々みんなそうなってるんだけど、そういった形になってる。またドイツも決して悪くないという話等々を見れば、今世界経済は先進国の中で悪いというような兆候があるわけではない。これははっきりしてます。しかし傍ら新興国を見ると、例えば鉄とか石油とか、またその他ガス等々を大量に中国に輸出していたオーストラリアの経済一挙にドンと下がりましたし、また石油の輸出大国であった多くの国々は石油価格は110ドルから、ね、30何ドルまで下がって、今40ドルちょいとまで上がってきてますけれども、そういったような国々にとっては少なくともこれまでの売上が3分の1というわけで、ほぼ3分の1まで起こったというような形になっているという状態は、明らかにこれは極めて深刻な事態になっているので、そこの経済が昔は小さい世界経済の中で占めるシェアが占有率が少なかったから、その大した話じゃなかったけど、今は極めて大きなものになってますから、そういったことが回り回って与える影響っていうのは、これは我々は今までよりよほど注意しておかないかんなということに関しては、これはみんなそれぞれ思いがあります。特に日本の場合はそういった新興国の多いアジアに位置してますので、新興国の少ないヨーロッパとわけが違いますので、そういった意味では意識としては極めて高いものが我々にはあるということなんだと思っていますので、今の言われたように世界経済というものがどう転がっていくかっていうのは、少なくとも110ドルの石油があったときに40ドルに下がるなんて予想したことはロイターもなかったもんな。考えてもらって、分からせんのだって、こんなもん。だからそういった意味では、何が起きるか分からんということに関しては、常に景色を持っとかないかんだというふうに思いますけれども、少なくとも世界経済の先について極めて悲観的だというわけではありません。